昔々、ドーマとミラの二人の神様が長い長い間争っていました。ねえ、どうしてドーマとミラ様は仲良くできなかったのかしら。僕たちはずっと仲良しでいようね。ごめんなさいって謝ったら許してね。かつてこの地上に神と呼ばれる存在があった。バレンシアと呼ばれるこの大地にもローマとミラという二柱の兄弟神があった。力こそ全てと信じるドーマは人々が堕落することを許さず、生き物たちが自由に遊び戯れる楽園を夢見る妹のミラと激しく争っていた。長い長い暗黒の時を経て、彼らの間に一つの盟約が結ばれた。大地を二つに分かち、北をドーマ、南をミラの支配とし、決して互いの地を侵さぬこととし、ようやくバレンシアに平穏が訪れたのだった。そして幾千年の時が流れた。ミラの支配する南部地方に生まれたソフィア王国。女神のもたらす愛と豊かさによって人々は満たされ繁栄を極めていた。だが限りない実りに甘えたソフィアの民は腐敗し、堕落と大敗にまみれていた。ローマの支配する北部地方に生まれたリゲル帝国。厳しい自然の中で人々は神の説く激しさと強さを求めながらたくましく生きていた。だが強靭さと引き換えにリゲルの民からは人の持つ優しさが忘れられていった。それぞれに矛盾をはらんだままに時は流れ、今バレンシアの歴史は戦乱とともに再び動き始めるのである。